皆様こんにちは。今回は iOS 版 Gboard アプリで日本語入力を利用する方法をご紹介させていただきます。 iOS 版 Gboard アプリは2017年9月20日にバージョン 1.11 にアップデートされ、ついに日本語をサポートし日本語入力を行うことができるようになりました。ただし Gboard アプリをバージョン 1.11 にアップデートしただけでは日本語入力を利用できるようになりません。アプリをアップデートしつつ日本語パッケージをインストールする必要があります。 Gboard の日本語パッケージをインストールするために、まずは Gboard アプリをバージョン 1.11 以降にアップデートします。アップデートが完了したら Gboard アプリを開いて、言語、言語を追加の順にタッチし、言語一覧の中から日本語を探してタッチします。すると自動で日本語パッケージがインストールされ、これで日本語入力が利用できるようになります。また日本語パッケージインストール後に言語設定の日本語をタッチすることでキーボード形式を変更することができます。ちなみに Gboard は最大3つの言語までセットして切り替えつつ利用することができるので、英語なども同時に利用することで iOS 機種で Gboard のみでの言語入力を行うことができるようになります。Gboard は G ボタンをタッチしてキーボード上でウェブサイトや YouTube 動画を検索し、検索結果をコピーして貼り付けるなどを行うことが可能です。 iOS 版 Gboard が日本語をサポートしたことにより、 Google 日本語入力と同じ環境での日本語入力が iOS 機種でも利用できるようにもなったので、ユーザーによっては待ちに待った日本語サポートとなったかと思います。ぜひ参考にして活用してみてください。以上、 iOS 版 Gboard アプリで日本語入力を利用する方法のご紹介でした。